こちらわね、これドブネズミのうんち。俺はこう思うとか、俺はこうだっていう自分のやり方がみんなあるんで。それあ、いますね。いますね。今あ、今持ってったでしょ。今食べました。今食べました。暮らしのマーケット大学です。今回はネズミ駆除です。教えていただくのはこちらの方です。バスター3の椎名です。椎名さん、よろしくお願いします。お願いします。椎名さん、ネズミ駆除の簡単な作業内容を教えていただけますか？ガレージで外から簡単に入れちゃうようなところなんで、はい、ちょっと普通はね、ネズミのその侵入箇所を閉塞したりとかっていうのがメインになるんですけど、ええ、それはかなわないんでね、一応毒餌殺鼠台ですね、それを設置して、はい、あとはちょっとトラップをいくつか仕掛けてですね、はい、悪さしてるやつらを捕まえちゃればいいかななんて思っちゃったりしちゃったりしてます。捕まるといいですね。楽しみですね。期待してます。では早速作業の方を見せていただきたいと思います。椎名さん、よろしくお願いします。おう、合わなかったな。それでは早速現場を見ていきたいと思います。まあ、ビルのこの1階のガレージなんですけど、はい、まあ、ガレージということでもこういう形でね、もう外が自由にこう入ってこれちゃう、ええ、こういうような状況なので、はい、まあ、一番いいのはね、こう入ってこさせなくするように、はい、こう全部塞いじゃうのがいいんですけど、まあそういうのはちょっと難しいんで、じゃあどうするかというと、ね、殺鼠剤を設置するのは基本になろうかと思います。で、こちら。わー。ね。これ、ドブネズミ。のうんちですか？はい。もう、特徴がよく出てますね。ドブネズミの糞というのは、太くて丸っこくて、で、糞の仕方がですね、こうやって集中的にまとまってするんですね。一箇所にまとまってる。はい。そうなんです。これがクマネズミとかだと、こんな糞太くなくて、はい、で、もっとばらけてるんですよ。こう、糞しながら歩くんで、これはもうドブネズミ。お客様から依頼が多いのって、そのクマネズミ、ドブネズミ、まあ、どちらが多いとか。基本はやっぱり暮らしのマーケットさんだと、クマネズミ、クマネズミの方が、もう勢力範囲としては多いんで。はい、結構、ドブネズミなんかだと、やっぱり都心部の繁華街なんかだと、結構多いんですよね。郊外だとほとんどもうドブネズミは、自分はあまりお目にかかったことなくて、クマネズミは基本的にはもうどこにでもいて、郊外に行くとそれに加えられて今度はハツカネズミっていうのが出てきます。ハツカネズミ、はい、ドブネズミはクマネズミに比べるとね、知性がね、はい、ちょっとないんで、殺鼠剤なんかもね、はい、パクって食べてくれるんじゃないかなと思います。クマネズミだとね、結構警戒心とか強いんで、はい、そういうのが置いてあってもなかなかね食べてくれないんですけども。今回どうしてネズミはここにやってきてるんですか？おそらくなんですけれども、はい、経験上ですね、昔自分結構ファミレスのね、国道沿いとかに、はい、あります。ああいうところのネズミ駆除やってた時に、その外のやっぱりゴミ庫なんかに、はい、こういういろんな粗大ゴミみたいなのが積み重なってたりすると、はい、そこでよくネズミが巣を作ってたりしたんですよね。はい、でこれ今見ますとですね、結構こう、なんか粗大ゴミっぽいようなものが置いてあったりとか、ええ、まああとこういったものの、こういう下の部分とかね、結構ネズミ的には好きな場所なんじゃないかなと思いますね。だから意外にこの辺で巣を作っちゃおうかななんてね、今のところまだ巣はないんですけど、はい、そういうのを思ってたりもするかもしれないですよね。ごちゃっとした感じはあんまりよろしくないですね。ネズミの巣って、はい、何かこう形があるわけではないですよね。例えばいわゆる鳥の巣のような、うん、例えばこういうのをこう漁ってたりすると、はい、この中になんかいろんなこんなこういう布とか、はい、このビニールとか、この段ボールとかを細かく噛み砕いてね、巣材を集めて、はい、中になんか子ネズミが 5,6 匹いたりとかね、そういうシチュエーションはあったりしますよね。作るんですね。ネズミを捕まえる道具についてなんですけれど、椎名さん、こちらは何ですか？これはですね、はい、マウス用のベイトボックス、まあ、ここからですねネズミが入ってきて、中にこうね2箇所こうこネズミのね殺鼠剤入れて、はい、ここにセットして、でここからこう入ってきて、まあ美味しそうな餌っていうパクパク食べてね、ネズミのこうお家みたいになってて、そうですね、お家みたいですね。やっぱりこういうじゃあ狭いところとかが好きで、そうですね、こういうのもそういうネズミのそういう習性っていうのもね、ちゃんと計算されて作ってありますんでね、
餌を食べて外に出て外で死ぬってことですか？まあ、基本的には明るい場所で死ぬとは言われてるんですけど、そうなんです、どこで死ぬかはもう神のみぞ知るっていう感じですね、はい、今回はね、なんでせっかくこう2箇所あるんで、はい、一つは毒餌、この、まあ、有名なこのスーパーデスモアっていうね、最もポピュラーなもんだと思います、はい、それをこの単体でストレートで入れる一つは、はい、でもう一つはですね、私のこのオリジナルの独自にブレンドしたものを作って、はい、それをもう一つの容器には入れてみたいと思っています。早速そのオリジナルブレンドを見せていただきたいんですけど、あ、花さん、これ愉快なパーティーセット食べていいですか？これね、もう俺も食べたいのいつもぐっとこらえて、はい、美味しそうですね。美味しそうでしょ。これ以外は食べて大丈夫、はい、見たことあるものばっかりですけれど、これはこのさっきのその酸素剤スーパーデスモアを細かくすりつぶしたものです。これがそうなんですね、はい、でこれはね、お子様用のガムですね。なんでガムかっていうと、はい、ネズミがガム食べると消化不良を起こして、消化閉塞とかああいうのでね、死ぬっていう話を駆除仲間から聞きまして、で取り入れるようにしてます。ガム食べるんですね。雑食性なんでね。雑食なんですね。じゃあこの2つはネズミをちょっとあの上の橋渡し的なアイテムなんですけど、他はね、はい、これはもう普通に、例えばこれはもうシリアルですよね、はい、コーンフレーク的なね、朝ごはんの。そうです。でこれがあのグリーンピース的なもののお菓子でしょ、はい、でこれクルトンでしょ、クルトン。チョコレートでしょ、チョコレート。チョコレートはね、結構お客さんでチョコレート食われたっていう人多かったんで、だからちょっと入れるようにしています。でね、はい、この豆、これね、本当はね、枝豆がいいんだけど、なんで枝豆かっていうと、やっぱり自分のお客さんでこの飲食店、はい、居酒屋とかね、もうほぼほぼなんか枝豆食われてるんですよ。ネズミにもその好みというか好き嫌いとかってあります？結構グルメなんでね、実際あの味覚っていうのはやっぱり人間よりもやっぱり発達してるというような話は聞くんで、これを全部ブレンドするんですけど、はい、自分は今こんな勝手にはしゃいじゃってるけど、はい、ネズミにしてみれば余計なことすんなってことかもしれない。今やろうとしている行為というのは、はい、味噌汁とお汁粉を混ぜて食えよってかもしれないんですよ。なんでも余計なことすればないって、そのためにもう一周はもうこのデスモアだけの、はいはい、あ、これはね、はい、お気に召さなかったよ。これはもう違いの分かるネズミのためのゴールドブレンドで、ね、もうそんな余計なことするなっていう、これだけでいいんだよってやつは、はい、コーヒーもほらみんなブラック、はい、ブラック好きのネズミはもうこれだけ、それはもうこっち側に入れて、はい、まあ、ネズミ駆除でこんな不謹慎かもしれませんけど、全然そんなことないです。やっぱり仕事が楽しんでやったもの勝ちです、はい、そうですね、勉強になります。それでは早速餌のセット、オリジナルブレンドのセットを見せていただきたいと思います。クルトンですね。なんかあれだね、こうお料理番組みたいだね。はい、これがものなんでしょ。で、あ、チョコレートね、はい、混ぜちゃうから別に順番なんかどうやっていいんだよね、フレーク、そうなんで、でこれを上にね、これはで、これをよくね、かき混ぜます。他の美味しそうな餌を食べるときにこの粉末状にしたこの殺草剤を一緒に体に取り込んでいただくっていう感じです。ノリ的には、うんうんうん、害虫駆除っていうか、こういう職業の人ってみんなそれぞれね、はい、一加減というか、俺はこう思うとか、俺はこうだっていう自分のやり方がみんなあるんで、それはそれでその道で突き進んでいただければ。でこれは違いの分かるネズミのゴールドブレンド、はい、ね、で、あとはこれをね、そのまま、このまま、おすすめというか一番効くっていうか一番高いしね、これ高いですね。ちょっと今も入れながらサービスしすぎたかなと思う。高いんだよこれ、一袋結構するのよこれ、1万5、6千円とか、定価はもっとすると思うけど、だいぶ高級な、高級高級だって、ね、ネズミ結構グルメなんだよこれ、いいもの使った方がいい、だから餌はなんか美しいね、なんか綺麗ですね、なんか秋っぽい彩りじゃない、なんかそうですね、雅な感じが、ね、そうでしょ、はい、ね、じゃあ閉めますね。でこちらを一番この風になるね、もう
ここに普通に置いちゃえばいいと思います。糞があるところに。そうですね、やっぱりここに来るってことなんで、はい、はいはい、お前の好きな餌はここにありますよっていう。糞はこれ片付けたりしなくて大丈夫なんですか？今はいいです。逆にあった方が安心すると思います、はい、そうなんですね。普段と変わらない日常をね、ここで楽しんでもらって美味しい餌もあるよって。こちらの罠を、はい、仕掛けるということなんですが。そうですね、まあ一般的にね、ありふれたものでございますけども、基本の3種、うん、カゴ式のトラップ、あとはね、よくアメリカの漫画で出てくるおなじみの板羽式の、はい、パチーンとなるやつですね、パチーンっていうね。あとはこちらの100均でも売ってる、もうこうベタベタのね、この粘着式のトラップですね。これとこれはちょっと餌をねつけてやる。マイブームがいろいろありまして、はい、最近私のブームはソイジョイ、はい、これね意外に食いついてくるんで、甘くみりとか干し芋とか意外にね好きかなと思ったんだけど不人気でしたね。で、はい、私のブームはこのソイジョイですよ。これいろんな種類があるんですけど、もう基本的にはこのブルーベリー、原材料名がだって大豆、レーズン、ブルーベリー、卵、パインアップルとかココナッツとか、もうなんかネズミが好きそうなものばっかじゃんだって。これをささささっと、ね、これでこう引っ掛けて、だちょっとの衝撃で揺れちゃうと、はい、このストッパーが外れてバーンって閉まるって、ね、だから慎重に慎重にね、こうこれ多分ドリフとかのコントだと一回これ閉まるんだろうね、きっと。あーとか言ってた。こう手が、俺がこう挟まっちゃった人が。一箇所。一個目はここで。はい。で、実は、私が一番信頼しているのは、このバネ式のトラップなんですよ。これ、嫌いな人も多いんだけど、バーンってなるんで。ネズミの要は体がほぼほぼ損傷するわけですよ、で血がベターっとかくっついちゃったりするんで、その捕まえた後の処分が結構ちょっと気持ち悪いというか。大変そうです。ただこれがね、捕獲率結構ドブネズミに関しては自分の経験上これが一番、はい、場所によってはもう入れ食い状態というか、仕掛けて数分後には捕まってるっていうことも結構あって、これを一番いい場所に仕掛けたいんですよ。いい場所っていうのはやっぱりこのさっきのこの糞がいっぱいある、ここに来るってことなんでね、確実に。なのでこれをこの下にセットしようと思ってます、はい、これね、ほんのわずかな衝撃で作動してしまうので注意が必要なのよ。これで力も強いしね、だってさ、構造はね、この溝にさ、こう引っ掛けるだけなんで、おお、こういう、こういう、もうこういうさ、もうこれだけ、これだけよ、これだけ。もう、これだから、はい、ちょっとの衝撃でね、作動するから、これ今、これ落とすよ、この位置から。はい、行くからね、バチンって。ああ、すごい。でかい。これぐらいもう、わずかな衝撃で、バーン行くんで、もうネズミは、うまくかかればほぼ即死。これもね、だからちょっとこう、まあ、少しでいいですよ。もったいないから、このソイジョイはだって余ったら俺が食うんだから、だって。これもさ、ちょっとこう、ちょっとこう、この下に置いてみましょう、これ。はい。ああ、危険。あ、怖いな、怖いな。うぅ。お、これ、これでね、バチンってなっちゃったりするからね、こう、変な、引っかかって。はい、怖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 い。うわ、ドキドキする。できましたね。で、はい、あともう一つね、この、はい、粘着トラップ。ベタベタのやつですね。で、これまあそのまま普通に置いといてもいいんですけど、はい、私はね、この中に入れて使います。それはどうしてですか？ドブネズミでしょ、体大きいんですよ。子供のネズミだったらもうそのまま捕まっておしまいなんですけど、大人のネズミはね、意外に脱出するんですよ。まあ、折って、で、こうやって。そういう風に入れるんですね。でね、これもね、一応、奥に、はい、これ、ああ、もう俺が食べる分が減ってくからあんまり使いたくないんだけど、これもね、ちょっと奥の方に置いときましょう、これを。これをね、はいはいはい、ちょっと今、奥に入れましたよ。はい、奥に入りました。このままこれをこう入れて暴れても結局はこの
囲われてることによって、ね、動きも制限される、横もベタベタ、横もベタベタなんで、下もベタベタなんで、この脱出の可能性を低くしているわけです。これで、ね、ここに置きましょう。ここにね、ちょうどいい感じで、この例えばセットをしてだいたいどれくらい間というか、ドブネズミだからね、もう場所によっては数分でかかったりします。こう、でそういう場合っていうのはもう数も多いんで、どんどん来るんで、キリがないんで、ね、その場合はこういう殺素剤を多めにっていう感じでやりますね。だからそれももう現場現場に合わせてやっていただければいいかなって思います。トラップを置いた後は周囲にトレイルカメラを置いて忍び寄るネズミの姿を撮影することにしました。果たしてネズミはやってくるのでしょうか。仕掛けた罠にネズミがかかっているかどうか、ちょっと途中経過ということで、一緒に椎名さんに見ていただこうと思います。かかってますかね。楽しみですね。楽しみですね。何からいきますかね。じゃあ、はい、籠式から行ってみましょうか。そうですね、こちらに仕掛けた、もうすぐ分かるんだけどね、もうかかってないよっていうのは、ね、もうこれは残念かかってないですね。餌もそのままですね。そうですね、それ順位連れ下がったままですね。食べられてる形跡もなさそうですか。そうですね、もうこんなもんですね。はい、で次はこれですわ、この粘着の粘着の方ですね。これも多分ね、どうなんだろう、あ、飼ってないですね。残念です。毛もついてないんで、あ、もうじゃあ全然全然来てない、ね、来てないっていう感じですね。でこの下にね、はい、置いたんだよね。どうでしょう。あ、さあこれはね、取り出すのもっていうか、あ、かかってないね。かかってない、ね、かかってないけれども、ちょっと待って、これね、ただ食いされた、餌だけない、餌だけ食われてる。これをうまく餌だけ食ってたんだね。そんなことできるんですか。 たまにあります。結構だって、あのちょっとの衝撃でも、いやいや、それがね、うまく持ってくんだよね。ひょいって持っていかれちゃったのかもね。腹立ちますね。食べられてるっていうことは来てるってことですよね。来てるですね、多分カメラに映ってると思いますよ。ああ、いますね、いますね。うわ、 いますね、いますね。うわ、動いてる。尻尾長いですね。なんか、うわー、いますね。もしかしたら、あ、これあれかもしれないね。これね、ちょっとシュッと、あ、いや、あ、今ね、今持ってったでしょ。今食べました、餌。今持ってきましたね、餌。この、そうですね、バネ式のソイジョイを、あいつ、やっぱり来てますね。ちょっと他のカメラもね、はい、ちょっと確認してみましょう。こう、あ、いる、いる、ね、家のすぐ近くまで来てますね。なんか覗いてます。気にはなってるみたいですね。なんかあるなみたいな、やめとこうかな、入ろうか、やめようかって感じですね。気にはなってるけれども、来てはいますね。で、気にはなってるけど入るまでには至らないっていう感じ。食べられてるかどうかが中見れば分かるんですか。まあ分かります。おー、どうでしょうか。これ減ってないですね。減ってない。これも見てみましょう。もしかしたらここも、ここもね、うろうろして警戒をしてたかもってことですか。いますね。いる、めちゃくちゃ、うわ、来た、わ、すんごい、もう横まで来てるますね。これもやっぱり中の餌は気になるけども、でっかくないですか、モルモットみたいな。めちゃくちゃ、さっきの体はでかいですね。さっきと同じだと思いますけどね。ちょっと、わー、上に乗ってますよ、すごい。うわー、気にはなってるけど、なんかちょっと入り、表入り口に回りましたけど、入ろうかやめようかって感じですね。うわー、だから映像に映ってるのは大体どれも一匹なんで、はい、多分ね、同じ一匹ですか。一匹ですね。そんなね、いっぱいわさってきてる感じではないんで、悪さしに来てるのは本当に一匹とか二匹ぐらいだと、そうなんですね、思いますね。これをね、ちょっと数を増やしてね、
ちょっと命中率高くしたいなと思いますね。こういう感じでやっていくんですよ。ね、バネ式、これを1台から3台にね、3倍増みたいなね感じで。で、この水上行く焼き菓子系なんで意外にこう簡単に取られてしまったっていうのがあるので、水上の他にこの焼き芋と、はい、カルパスとね、はい、ちょっとやってみたいと思います。これとこれはちょっとウェットの感じでね、しっかりこうかかると思うんで、大きさもあんまり大きいとイカれてしまうんで、頼むぞ。カルパス、うちの息子が好きだったな。小さい頃、これがね一番こうかかりはいいんで、クマよりもドブの方がこういうタンパク質系好む傾向が、それ以上にね、それ以上こんなんでかかるのかなって思ってたでしょ、本当は。思ってました、正直に言うね。まあでも食べては食べてましたからね。簡単に取れちゃったけどね、くそーって感じで。まあこれでね餌だけ持ってくんだからね、本当に。もうどれでもお好きなものをという感じで、ビュッフェスタイルですねこれは。うん、いいと思います。いいですね。ネズミがついに捕まったということで、決着がついたということなので、早速現場見ていきたいと思います。行きましょうか。はい、お願いします。ちょっと初めてちゃんと見るんで、はい、もう見ちゃった。これにはかかってない。まあ、鹿児式にはかかってないですね。かからなかったですね、うんうん、どうでしょうか。ね、かかってないです。あ、残念です。糞も毛もついてないんで。そうですね、うん、その前とおっと、あ、ちょっとなんだ、あ、いきなりかよ、こういう感じなんだ。あ、いや、これこえこういう、え、いました。だね、でかっ、でかいね、やっぱね。でっかくないですか。いや、でかいですよ、ドブネズミは。ぬいぐるみか、ちょうどいい刺激が。これ、かかったのは、どのこれ、あれだね、もしかして、一番左は、お芋ですよね、仕掛けたのは。一番左、あ、だけど、お芋ね、ちょっとかじられてるね。あ、本当ですか。パンってならないですか、大丈夫ですか。でも、ちょっとかじられてるか。おカルパスは、でカルパスは無事でしょ。で、はい、ほらこれひっくり返ってるでしょ。はい、やっぱりソイジョイじゃん。でした。ソイジョイに来るのよ、やっぱり。選ばれたのはソイジョイでした。ソイジョイならこうやって頭潰され、もう衝撃でこのトラップはひっくり返ってるわけですよ。こう。これはじゃあ今回昨日来てたやつ、ま、とは限らないかもしれないですけど、これは昨日来てたやつでだと思いますよ、やっぱり。あ、本当ですか。はい、これぐらいの大きさでしたしね。こう通常のあのお宅の場合だと、まあ、今回一匹かかりましたけれど、まあ、他にもまだもしかしたら、まあ、いるかもしれない。まあでもね、はい、ここは要は外部というか、はい、建物の内部ではないんであれなんですけども、お客さんのとこ行くとそんなね、はい、やっぱり悪さにしに来てるのは本当に1匹2匹っていうケースが多い。そんなうじゃっとっていう形ではなく、1匹2匹1匹とかそういう感じで遊びに来てっていうケースの方が多い気がしますね、普通の。それは何ですか？アルコール消毒。ああ、なるほど。結構こびりついちゃってる感じですよね。今かけたのは何ですか？業務用の洗剤ですね。キャー。
これで今あらかた糞は吸い尽くしたので、はい、トロッパもかけないんですけど、はい、このベイトボックスはこのまま置いておくんですか。置いておくと。あ、そうなんですね。で数週間とか、はい、様子を見て、その間新たにここに糞が落ちてたらまだいるとかね。なるほど。まあ、今回は屋外というかガレージっていうことなんですけれど、まあ今後対策というかネズミを寄せ付けないためには、うん、まあ、どうしたらいいかとか。やっぱりこう余分なものは置きっぱなしにしない。この冷蔵庫なのかな、冷凍庫稼働中なんですよ。あ、稼働中なんですか。はい、はい、コンセント刺さってる。あ、はい、そうするとやっぱり熱があるでしょ。でこれから寒くなってくると暖を取りに、やっぱりこういうところに外に置いとくとやっぱり近寄ってきてしまうんで。まあなんでね、まあ外に置く場合は覚悟の上で置いていただくって感じですか。なるほど。一番いいのは何も置かないのが一番いいですよ。何も置かないのはね、そうもいかないからね。まあそこら辺は難しいところですけど。通常のお宅、家の中でのそれこそ屋根裏とかそういったところでの作業の場合も同じようなものを使うんですか。一般のその内部の場合は基本的には侵入箇所を閉塞するっていう形が主になってきます、はい、基本的に自分の場合ですけども、はい、殺鼠剤っていうのはもう最後の手段なので、内部の場合は初めからは使わないです。自分は殺鼠剤を使うのは外、内部では使わないですね。それはどうしてですか。やっぱりそうするとその毒餌を食べてね、天井裏なんかで死んでしまう場合、はい、死ぬとやっぱり腐って異臭を放つでしょ。そこ天元孔の近くとかね、その取り出せる場所ならいいんですけど、はい、取り出せない場所、あと過去にはもう匂いがここからするから、もうじゃあもうここを開口しようって言って壁に穴を開けて、あ、だけど匂いはそこからするんだけども死骸はないっていうこともあるんですよ。それは気流のそういう空気の流れとかで原因は他のところにあるけれども匂いはそこからするっていう、そういうケースもあるんで、そういう変な場所で死なれちゃうリスクっていうのがねあるんで、殺鼠剤っていうのは基本的には自分は使わないですね。中では使わないです。基本的には侵入口を塞いで、はい、あとはトラップを駆使して捕まえるっていう感じですね。なるほど。今回は椎名さんの勝利ということで。よかったよ、勝てて。はい、お疲れ様でした、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。お願いします。コメント欄に、プロに聞きたいことだったり質問や感想など書き込んでいただけると嬉しいです。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますので、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。